はい、皆さんおはこんばんにちは、そしていらっしゃいませ、佐田小池です。それではヒロインアンセムゼロエピソード1、ゼロエピソード1ね。で、まあやっていくんだけど装備の方をね、アングラの星っつって、これジョシュアの衣装ね、ジョシュアの衣装と同じらしいですまあ強いのはこれなんで、今のところこれだし、で武器の方エレクーニーというのがあるんですけど、これ月なんだよな、ため技が。でこれさ、結構バグるんだよね。さっきさ、何も出なかったじゃん、溜めてたけど。こうやって出るんだけど、たまにあの伸びるやつが出ないんだよねじゃあ続きやっていこうか。まあそうすれば、そういう時は一回装備を違うのにしてまたやれば治るんだけどこのゲームバグ多すぎんだよいきなり、まあ、前回なんだけど、ワインが消えたりとかなんかグラフィックが消えるっていうのがよくあるんだよ。うわーなー、あのホタル別にダメージは受けないんで別にいいんだけど、ダメージ受けないんだよな、ほら無害らしいんだよね無害のやつを殺していたというね。どちきしょうやろうだったってこって、この松ぼっくりさんも、どっちの方がいいのかな。やっぱ上にいるやつはあの竜巻の剣の方が強いっちゃ強いんだけど、この距離でこうやるからリーチ的に長いからさリーチ的な問題か。これさ、どこ行きゃいいんだ、道なりに沿って行きゃいいとは思うんだが、下毒なんじゃないの、あんまり行きたくない、ね、毒のところはなんかやばそうだな。あ、隠し通路があったこんなところに HP アップ ここもある。おお、どうなってんの、どうなってるんだあれはあれはなんで転がってったんだ。下やばいねこれね、多分ね下は死ぬんじゃないかな、毒食らってんじゃないか。やべ、パックングラワーだよーこの距離で当てる、リンゴジャムほぼか、カニー、なんだよこいつ、うざ。カニ野郎、うわ強いよこいつ、めんどいからやめとこうか。全然知らねえんだけどやっと死んだ、強すぎだろ。金がもうないねん、この服買ったから一応これが最高の武器なんで あ、ダメだ沼行きだ。お、イベントだ、うん、なんだ、
なんでしょうねみたいな気のせいでしょみたいな、バカな、え、今どこだ、ここだよね、もうマップ移動してないもん。音楽変わっちゃったな。くー、アナソンさんセーブだよ。はい、セーブした。あーっと、ここは溜めて、やっぱ出なくなんだよな出なくなんだよな。むしろやっぱりこっちの方がいいのかな。でもまあ攻撃力高いからこっちにしてんだけど。あー、いかいか、危ない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 、よっ、ほらー、あらー、危ねえよ、危ねえよ、よいしょそれを取るがために、よっ、危ねえ。でもこれさ、一個ねえんだわよ。一個ねえから一個出せってんだよ、コマンドのやつ。攻撃力アップくれ。スリックブームが打てない。よっ、この野郎。一撃で死んでくれる。金、金は全然たまらんねえ。うざ、暗いな、危な、これ以上なくなったら困るんですよ。あいつ逆向きからってば、雨殺しできる。あっちしょ、暗いな、当たらねえだろこれ。てか上登れなくね、こういくか、この距離で、この距離で倒す。上って何が、あいて、ヤドカリ野郎、金、金か。暗いな。危ない。うぅ。うぅ。お、なんだこれ。どこ行くねん。多分行き止まりなんちゅう。マップで分かれてたもんね。あ、やっぱり。やばそうだからセーブしとこう。ここで終わりだな。なんかボス的なやついんのか？そういうわけではないのか。あ、やべ、やっぱ出なくなっとるねんな。それぐらいだから硬くはなってるんだけど、あ、やべ
てえな。払えよ。硬すぎ。なんなんこれ。どういけん。お。ああ。もうこれを見て。なんだやばかい。あれなんだが。気色悪くないわーで。気分悪くないわ。それがこれを見て。ちっ。もう、この滝に、それとこの一球。なんだか、どこかに一緒に似てないと思わないか。そうだろう。ペクトラル。おお。あれ？戻れちゃうのこれ。あ、シャマ抜け出してる。メイドさんじゃん。メイドさん。掃除してる人。お願いね、ジャーントラニー。私がここにいることに全然気づいてないなんて。今のうちだには、何なんだ。え？失しすぎだろってか、ほんとでバレちゃうぜ。演奏。何言ってんだこの人は。服パクるの術。つらかれーい。どこ座ってるの？ケツ触ってるのかと思った。おじさんみたいです。おじさん。なんだこれ。このスチールだけ？このイベントスチールが見れるだけ？シャマ編に入るってことか。誰ですかって言われちゃうのか。バレてないんだね。お客さん見たことあってかな。てかどうやって抜け出したんだ、あのネズミ部屋から。シャマ助けて。助けに来てくれるかな。何だったんだ。ああ、ヘロニー。
酒の風呂に入りたい。酒の風呂。今さっき見てきた部下じゃないか。もう存分数まで入ってきてる。ああ、なんかある。ラララああ、そこまで直接飛んできてな。うら。そんな簡単に帰るかできた私たちは今、こんなとこにいねえよ。どこかの剣士が雲にビビりすぎておかげだな。苦しねえよ。さっき食べられそうになったところをこの私が助けてやったってのに。聞こえないな。一瞬で帰れるけどね。あ、これでさ、酒場に戻ったらどうなんだ。どうなるんでしょうか。アナソンさん、ちょっと待って、ここまだ、あれしてねえから、あれしてねえっていうか、探検してなぁ、また出ねえし、もう何なんだよこれ、もうこっちに通っかな。痛い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 。これは絶対手に入るからですよ。あーもう、攻撃力めっちゃ弱なっとるやんけ。やるやるだよな。じゃあここ探検していきます。ちょっと待ってください。こっち戻ってっか。こっちの下のところはどうなってる。お、やった、いいぞ。おいよ、金、金はあった方がいいに決まってるんだ。いで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 。危ねえな、この野郎。ほら、二連撃。はい、大事です。こんなに食らってもさ、死なないってことは、この防具が素晴らしいということだ。いて。さて、じゃあ、アナソンさんとこの鑑定を。本当にこれだけなんだね。チェース。脳切り。ネジ掛けで走ったりジャンプしたりした後、いつも変な場所にたどり着くんだよ。しかもそこにはね、この人が置いてんだろ、もう。どうせもう寄り道してしまったし、ゴール地点に何かのアイテムがもらえるのも悪くないんじゃないか、アナソン。今度は何かいいものなのか。あるよ。設計図を確認した。またシュッシュッシュ、超すごい武器が作れるよ。アークティーが。アークティー。何かの罠に違いない。ハークティーいくらすんだよ。ゲロ高。いやまあ別にそんな高くないんだけどさ、なんか売ればいけるか。そんなことはないね。もう一旦酒場に戻ってみる？こっからスタートすればいいだけの話だし。一旦酒場に戻るとどうなるんだろうな。酒場に戻るぜ、ビューン。戻ってきたぜ。あ、やはり何かイベントが。もう逃げまくりじゃん。
さあ、あいつ。あーいいです。バレてない？あってそこのおかげのお嬢さん。以前ベクトラル酒場で見かけたことないね。ああ今日からメイドとして働くついで。あ、そう。なんか君のことどこかで見たような気がするんだよね、メイドさん。それきっと人違いですわ。あなたと会ったのは今日が初めてですよ。それより先に酒場に戻りますね。まだ仕事が残っているので、またね。微妙にバレてるよ。ニガさん。戻ってくるのか、本当に。かぁ。ペシングレーザーが情けにしているんだ。けぇ。いてぇ。おぉ。おやはり何か寒い目があるみたいっすね。あ、村の外に出たのしょ。やはりか。今度はまたどこに行こうって言うんだい。ああどうしたんだよ。何かついて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 。ボコボコや。やだなぁ。どこボコのうぐしちゃってさ。どこかどうしちゃったらどうしよう。このことを先生くれようとしてたの。ありがとう。でも困ったらあれがなくなっちゃったらどうしよう。あん？どこに行ったんだあいつ。どこ行くなぁ。よし。てかまたこっから戻されたんだけど。なんだあいつどこ行ったんだ。サリムの家。ばあちゃん。家より暖かい場所なんてないわ。死にてえのか。片付けイベント始まった。泣きわめくだろ。お、こんなところに、ああ、へそくりだ。へそくり、へそくり。どういうことだ。ここは入れないのか。
シャマのイベントがあるみたいだな。一回さ、長老に報告したらどうなるだろう。特に何もなかったら勝つ。ウザートを守る責任は全員にある。それは我が信念でもある。なるほど。あの頃は、あの頃を思ってばかりじゃ。ペディシア様って言うんだろうな。じゃあやっぱりめちゃんこ強い人なんだ。めちゃんこ強いんだな。うわぁ、まあ特に何もないから戻ってきたけど、じゃあセーブしとくか。よし、結構隙あるよな。よし。ディアー。でも一発だからいっかなぐらい。やべ。これはまあ構わない方がいいかもな。うれぇ。ダメだ。落ちたら終わる。とりあえずメインイベントのところまで行くか。よっ。いただけー。いけー。やばい。発動まで時間がかかる。くらえー。もしかして無敵なのか。やってるとき無敵ってことはない。あ、なんじゃい。
アイアンさんじゃん。ワイン。はあ、アイアンさーん。やられちまうぜ、アイアンさん。どういう話です。苦い。ほら、隕石アタック。ほら、よし、うわ、あぶねー。ふっ、あー、ちょっと待って。セーブがあった。負けるわけにはいかないんだが、だよな。はい、セーブしてきました。なんだ、別に。このままさ、きっと帰らなくなるぞ。大丈夫だ、本当に行き詰まったら聞き返せばいいし。地下神殿のモグラは、雲も帰る時にはいなくなってるかもしれないし。帰ったらハマのところに行って、酒風呂に入ってすっきりしよう。え？なんだ、嫌なのか。酒の字の方が酒風呂を他人にも譲るって言ってる。どこかで頭をぶつけたか。それあんただろ。さっさと道を探せ。ぐずぐずしていたら命がいくつあっても足りないんだよ。俺が死んだらもう気が楽なのにね。そうだね、何かあったら森の上空まで飛んで行って、まっすぐ里に帰ろうって。前はここで医療になればいいんだし、頭の上に蜘蛛の巣があるかもしれないぜ。桃が飛び上がった瞬間巣に引っかかって死ねえよ。ふっ。頭が結界みたいに。やばそうだね。ほら、ほら、あ、金。いて、この野郎。よって、ほら、よって、いて、ほらよ。今攻撃力マシマシ。ふぅ。下どうなってんだ。やばそうだな。まあ多分なんかあるんだろうけど。別にいっかなぐらい。食らいやがれ。この距離でもだ。素晴らしい。なんだここ。スライディングとかあんの？ねえで。木の上に登っていくしかないか。よっ。あれ？よっ。あーららららー。マジか。パックンフラワーやろう。肉がある。あら、ふっ、ふっ、危ない危ない。お、いただき、ほら、金よこしら。よっ。下に何かある。
やーぶれーあーふざけやがってこの野郎がメテオこれ下の方だ仕方ねえな戻るかよっほっここに出るんだと思うんだわあっちの下から来たらあアナソンじゃんセーブまあ今回はこの辺にしとこうかなそれではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。